Boom, I knock him cold. Boom, he gets back up. Boom. プロの格闘家は喧嘩をしてはいけません。まあ格闘家じゃなくても喧嘩はダメだけど、プロファイターはもちろん喧嘩をしたらいけません。けれども世界チャンピオンが喧嘩をするとそれ以上に大変なことです。実は世界最強と思われているヘビー級チャンピオンアイロン・マイク・タイソンがストリートファイトした事件がありました。この動画ではタイソンに喧嘩を売ったクレイジーな男を紹介し、ストリートファイト事件に向けてのストーリー、喧嘩後の出来事を見ていきましょう。最後に皆様の感想をぜひコメント欄でお知らせください。タイソンは18歳でプロボクシングに転向して驚異的なペースで試合に出場しました。1年間で19戦全勝を果たします。しかも KO で19連続 KO 勝ちです。そのうち12回は1ラウンドで相手を倒しました。1年間で19戦は This is madness! ですよ。This is Mike Tyson! それからマイク・タイソンは20戦目でベテランボクサー、ジェームズ・クイック・ティリスと対決し、初めて判定に持ち越しました。タイソンはティリスに圧勝し、わずか17日後、自分よりランクが上のボクサーにチャレンジしました。彼は Blood の意味を持つ男、WBC ランキング7位、ミッチ・グリーン。ミッチ、血液グリーンですね。タフな環境に育ったミッチ・グリーンは、若い頃、ギャングのリーダーとして活躍し、そこで異名の Blood が付けられました。ギャングネームだったんだ。よくストリートファイトで喧嘩をして、ギャングトラブルと関係し、グリーンは17歳の時銃で撃たれた事件が2度ありました。一度右手首を撃たれましたが、運が良く弾丸は骨や神経に当たらず通り抜けました。2度目は顔に撃たれましたが、その時も運はグリーンに味方をし、奇跡的にただのかすり傷で終わりました。このように命に関わる事件が続いてしまったグリーンは、危険の少ないボクシングに転向することを決めました。ボクシングが危険の…ちょっとなんか感覚がおかしいですね。印象的なアマチュアキャリアを果たすと、ミッチ・グリーンはプロに転向して WBC ランキング7位まで上り詰めました。グリーンは若く期待値の高いタイソンとの試合を熱望します。メディアを使いタイソンを挑発すると、グリーンはボクシング界の注目を集め、試合を確定することに成功しました。試合に向けてグリーンは挑発を続けましたが、タイソンは気にせず試合に集中していました。マイク・タイソン vs. ミッチ・グリーン WBC ランキング戦はニューヨーク is busting out と呼ばれ、会場はかの有名なマディソン・スクエア・ガーデン、ビッグイベントでした。19歳という若さでスターになった怪物マイク・タイソン、対して数々視線を乗り越えてきたクレイジーな男ミッチ・グリーン。この2人のコントラストに、この試合は面白くなると解説者や観客の期待は膨らみました。2人がリングに上がると身長差は一目瞭然でした。ミッチ・グリーンは身長196センチ、リーチ208センチ、対するタイソンは身長178センチ、リーチ180センチ。試合が始まるとタイソンはすぐ距離を詰めてショートなパンチを狙っていきます。グリーンは下がりながら前進してくるタイソンにジャブやアッパーを打ちますが、タイソンは頭を動かしてパンチをうまく外します。インターバルに入り、タイソンのトレーナーケヴィン・ルーニーは、この調子だ、プレッシャーをかけていけと指示します。グリーンのセコンドはタイソンが近づいたら腕をつかめと指示しました。タイソンのショートパンチを止めて彼をイライラさせる作戦です。グリーンは指示通りタイソンが近づくと腕を掴んでパンチを打たせません。しかしタイソンを掴んでもコツコツガードの隙間からパンチを当てられ、逆にグリーンがイライラしてしまいました。距離を詰めて攻撃するタイソン、前進するタイソンにパンチを当て近づくと掴むグリーン、真逆のファイトスタイルの戦いが続きますが、タイソンの圧力がグリーンに影響し始めました。5ラウンドでタイソンは余裕を見せ始め、グリーンに話しかけながら戦い、強烈なパンチを多く当て始めます。メンタルの強いグリーンは手数の多いコンビネーションを打ち返しますが、タイソンは笑いながらグリーンのパンチを外します。この映像がもう衝撃的ですね。グリーンのセコンドは必死でした。先にコンビネーションを打て
アクティブに戦えとグリーンに指示しますが、そううまくいきません。圧勝していたタイソンはトレーナーケヴィン・ルーニーの指示中に彼にキスをします。タイソンは試合に勝ったことをもう知っていました。試合は10ラウンド判定まで持ち越しました。ジャッジ3人満場一致でマイク・タイソン判定勝利です。あれ、これってストリートファイトのストーリーじゃなかったっけ？なんか普通にボクシングの試合になっちゃったんだけど。ストリートファイトはこれからです。ミッチ・グリーンは圧倒的に判定負けしましたが、結果に納得しませんでした。再戦を希望してタイソンに執着します。そしてある夜、タイソンはハーレムにある服屋ダッパー・ダンスでジャケットを買うために出かけました。ハーレムは The Black Spades と名乗るストリートギャングがよくたむろしていて、偶然にもそのギャングのリーダーはあのブラッドと呼ばれている男でした。ダダダダー。ハーレムにタイソンがいると聞いたグリーンはすぐタイソンを探し、彼に喧嘩を仕掛けました。ここでマイク・タイソン vs ミッチ・グリーンのストリートファイトが始まりました。ある意味再戦ですね。リマッチ on the street。 結果はタイソンが右拳を骨折、グリーンは左目の負傷と鼻を5針縫いました。争いの始まり方に関しては2人の主張が微妙に食い違いました。グリーンが僕のシャツを引っ張ってポケットをつかみに来るから自己防衛で殴ったとタイソンは語り、 I was scared, I was getting paranoid because it was so close, you kept getting close to me. I mean, so I defended myself. It happened so fast. I mean, only thing, I was very upset at the time that he ripped my shirt out of my pocket. I was totally upset. And the fact that he came back again after he tried it and he was unsuccessful, and I mean, I had no other choice but to defend myself.I wasn't gonna take any chance on neglecting myself and getting hurt. それに対してグリーンは、タイソンは不意打ちで俺を殴って逃げたと主張しました。Who threw the first punch here? He did. He sucker punched me. Because he's with his friends. You know, and when he hit me, and I said I couldn't get a chance for me to get to him like I wanted to, because everybody was like pulling me, you know, holding me, like so he could get away from me. That's so he could get away. And he like, he ran from me. But I was trying to get to him, you know? He ran from me like a little sissy. He ran from me. And by that time, his friends grabbed me, acting like they're trying to break it up, but they were like sucker punching me at the same time. I'm trying to get to him. 事件を目撃していたDapper Dan'sのマネージャーはタイソンの主張と同意していました。Mitch kept ranting and raving, and Mike stood up because he had made contact. And Mike said, look, do not play me close. In other words, back off. Don't get that close to me. So then Mitch grabbed his shirt and apparently went for his pocket because his wallet fell out. Mitch Green threw the first blow. Now, Mike Tyson did what any man, President of the United States, he punched him in the chest, right around, you know, this area right here. Okay. リングとストリートでタイソンと戦ったミッチ・グリーンですが、彼が満足することはなく、むしろ以前より情熱的にタイソンを挑発しますが、2人の再戦が叶うことはありませんでした。After street fight, he broke his hand on me. We had a catch up to his elbow. He ran. I said, read my list. I'm saying it nice and slow. Michelle Cicely Tyson is a tutti frutti. I'm gonna kick his boot jam. Oh, baby. Ask me a question. I tell you no lie. Mike Tyson is a in the sky. He broke his hand on me. He's scared of me. He's ducking me. I want you. Bam, baby. I'm looking good. What you gonna do when I take your woman out? I'm making a date with Robin Gibbons, baby. Now what you gonna do? Get mad at me, Tyson? Your foodie. My pet feet. Yes, dear. Don't no man kiss no man in the mouth. I got no tape. He kissed men in the mouth. He's a he let me call my he ain't gonna deny it because he's scared of me. He broke his hand on me.Bad hand, and he brought a capsule to his elbow. The next time me and Tyson fight, I'm gonna let him in a car wreck. I'm gonna give him a whiplash and put a cast in that big old ugly neck. Ow! I'm gonna tell you another thing. I only had one of the biggest fights called Thunder Manila. My fight gonna be a little bit bigger. It'll be like King Kong versus Godzilla. But if you wanna see a fight, almost have a treat. I'm gonna call it the Battle of the Beauty and the Beast. Cause the ugly, dark king ugly. ですね。ストリートファイトから30年後、タイソンは自分のポッドキャストで事件を振り返っています。And listen, this is what happened as I ran into a stupid Mitch Green, right? I had went to Dapper Dan earlier that day, like 12 or 11 o'clock that afternoon or morning, and I fitted for some clothes. And so we were supposed to come later, but we hung out, we partied, we were drinking, and we were in DC, so we drove all the way back.
And so we came back, so let's go up there and get my clothes. We went in there, I got my clothes. We were all laughing. Walter Berry was in there. We were all having a ball. We went, everybody was laughing in there. So my back is turned from everybody, but everybody's laughing. And all of a sudden, everybody stopped laughing. And I'm talking stuff. Yeah, and these big there, can you imagine that shit? I'm waiting to get myself. I turn around, Mitch Green's in this. And these guys are all scared. They don't want to talk. I thought, oh, Mitch f***ing Green. Then he just started talking. What the f*** you doing in my hood? Oh, then it was on from then. And you guys threw down in the street? Yeah. Or in Dappers? In right Dappers. In the street. Jesus. And it was quick. Real quick. Blah, blah. Well, he was talking a lot. He was just talking a lot. And I really thought he was grabbing from my pockets, trying to pull my pockets out. Because if he pulled my, ripped my pack, all the money will fall. But I won't have a chance to get my money. I have to fight this cat, right? And then my money's to the wolves. So anyway, that's when I just started punching him. And it was over quick. Yeah, I dropped him a couple of times, but he was high on angel dust, so he kept getting up. Boom, I knock him cold. Boom, he gets back up. Woo, right? So when I'm in the car,